やばい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 ですやばい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 、はい、あ、皆さんおはようございますおはようございます。皆さんお元気ですか？今日も一日頑張っていきましょう。はい、ということで私ですね、こう見えて急いでおります。はい、急いでます。ちゃんとなってる。はい、急いでおります。今日のスケジュール、私、はい、ジルにファンデーションと下地を取りに行ってきます。というのもこちらのね、はい、ジルのファンデーション新しく出ました103番、これが私の肌に合ってるかどうかを確かめるためにこれでメイクをしてジルに行きます。で、店員さんに合ってますかねっていう話をしてファンデーションの色をねちょっとねもう一回再確認するというねスケジュールになっておりますなんて贅沢なスケジュールなんだっていう感じなんですけれども、今からお仕事に行かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、申し訳ありません、こんなスケジュールで。であとね、シャネルからね電話がありました。はい、あの後すぐ電話がありましたんでシャネルにもちょっと行ってきたいと思いますね。で、あと大和さんに荷物を引き取りに行って、まあ、そういったスケジュールでございます、私。はい、皆さんはどんな日を過ごしお過ごしされてますか？はい、もう口が回ってませんけど、はい、ということで、この間のね、下地がねここアップルマークみたいになってるんだけど、ちょっと残ってるんでこれで下地をね整えていきます。あ、もう始まってますよもう始まってますからね、いきますよ。でこれがちょろんとね、はい、まだ出ますね。やっぱこのパウチってさ1回分って言いながらさちょっとの多めに入れてくれてるんだよね。はい、こういった感じのお色でございますね。はい、感じの下地なんだけどな、これが良くないのかな、ちょっと分かんないんだけどね。これでベース整えていきます。今日ね急いでますんでねしつこいね。はい、ということで、でもねメイクは丁寧にしていかないと、なんだろう、分かんないからね、店員さんもね、あ、ちょっとそのメイクじゃちょっと分かりかねますって言われたら困るんで、その辺はねちゃんとねやっていこうと思います。はい、ということでこんな感じで下地を定着させていきます。はい、下地できました。どう？なんかさ、下地の段階でさグレープがかってるような気がしないでもないんだけど、どう思います？なんかね、ちょっと下地がちょっと、ね、グレーベージュみたいな感じになってるっちゃなってるんですよね。下地が悪いのかな、なんかちょっとよくわかんないんだけど、そこら辺も相談しながらね決めたいと思います。はい、そしたらですね、あ下地の名前言ってなかったけど、まあ、テロップ出しておきましたね。はい、でこちらねファンデーションですね、ジュリスチュアートのグローシフォンセラムフィルター103番ですね。はい、これ試供品でございますので、こちらを使って顔ファンデーション整えていきます。でここで落としながらのせていきます。乗せてみました。どうですかね、やっぱちょっとグレーがかってるって言われたらそうかもしれない気がするね。やっぱちょっと店員さんにもう一回見てもらおうかなと思います。なんか白く乗りすぎてなんかちょっとグレーがかっちゃったみたいな感じかな。でも今光が安定したらちゃんと見えるね。なんかこうアップにしたらちょっとグレーがかってるんで、まあ、それどっちだろうっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとまあそこら辺をね見てもらおうかなというふうにちょっと思ってます。はい、ということで、ベースができましたんでアイメイクやっていきたいと思います。ということでアイメイク始めていきます。アイメイクはですね、こちら、はい、ジルに行きますんでこちら使っていこうと思います。ジルスチュアート桜ブーケブルームクチュールアイズ17番ですね。こちらをメインに、あとはカネボウのこちらのアイカラーデュオの EX7 番、こちらをちょっとねちょい足ししながらちょっとねアレンジしながらメイクしていきたいと思います。ということでアイメイク始めていきます。はい、ということでアイメイク始めていこうと思います。ということでこちらですね、まずは真ん中のお色を取りましてアイホールに入れていこうと思うんですけど、これがねいい感じのお仕事をしてくれて目の周りをねふわーっとね明るくしてくれるんですよね。ちょっとのせてみますね。いきます。真ん中にちょん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 と乗せながらトン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 としていきます。この時点でふわっとしてるでしょ。でこれをなんかついてない色で指でこう伸ばしていって、
もうサラ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 っとするだけで 目元が明るくなるんですね。でそれを下まで持っていくんです。私も持っていきました。あのこの女神ゾーンっていうんですか、この目頭のところ、この辺も入れて、この下ら辺、この辺も入れて綺麗にこう整えたら、目の周りがねふわーって明るくなったんですね。でこれあすげーなーと思って、で前も言いましたけど、ちょっとねほらピンクみがかったお色なんで、あの単純に真っ白とか透明とかじゃないんで、ちょっと色がついててラメが入ってるんで、多分その光の効果でパッとこう明るくしてくれてると思うんですよね。まあ、こういう感じでちょっとね反対側も仕上げていきます。はい、こんな感じでございます。ちょっと目元がふわっとこう明るくなったの分かりますかね。ね、いい感じでしょこういう感じでねちょっとやっております。はい、そしたらですね続いてやっていくんですけれども、こちらですね、はい、このピンクちゃん、こちらをあと指で取って急いでる時は指でするっていうね私の習わしがございますので、指で取りましてアイホール全体にのせていきます。これを指の先の方につけて二重幅から上に向かって伸ばしていきます。締め色的な感覚で入れていきます。いきます。こういう風に入れて上にぼかす、こういう感じですね。こういう感じになります。可愛いですね。スッとした感じの可愛いあのアイシャドウになったかなと思います。で私がねやっぱり格納されるから あんまり分かんないかもしれないけど、こう目を閉じる時とか伏し目がちにしたら可愛いかなと思います。私ずっと伏し目がちにしとかないといけないと思ってるんだけどでなるんだけどね。あ、そしたらですね、ここのこちら側のお色をですねちょっとね目尻の方にちょっとピロッと入れたいと思います。はい、指先につけまして目尻のところにちょんとこうね入れたいと思います。ちょっと可愛くね、ね、こうはみ出た感じが出て可愛いですね。はみ出た感じで、え、そう、え、これですかって見た時にこのはみ出た感じからシューってこうグラデーションができてる風にできてると思う。可愛らしいメイクになったんじゃないかなと思います。はい、そしたらこちらですね、この黄色、はい、こちらの黄色を両手小指に取ります。はい、両手小指に取りまして、ちょっとこうなじませて目頭のところに入れていきます。いきます。入れて下にフッと持ってくる。そしたらちょっとね目頭のところでフッと、ちょっとキラッとしていい感じになったかなと思います。はい、ね、さっさとできるでしょそしたらですね、あのアイライナーを引いていきたいんですけど、あのこれ使おう、 D アップのさ丸みピンク、これをねちょっと今日使っていきたいと思います。はい、綺麗に引けるように頑張ります。はい、今日はねこれニュアンスカラーだからね、これでいきます。こんな感じです。はい、できました。はい、そしたらまつげを上げていく前にこの金棒のキラキラですね、こちらが金棒のデジタルニュアンサーの EXD の1番、こちらを目の下の方に入れていきたいと思います。目の下のところね、い
きます。この辺のところにちょろっとそしたらまつげを上げていきます。はい、上げました。上げましたら、はい、Dアップのこちらですね、あのピンクブラウンのお色、まあ、こちらもマロミピンクでございます。これでちょっとやってみたいと思います。皆さんもどれくらい色が発色するか気になるかなと思ったんで、ちょっとこれでまつげ上げてみます。いきます。隠れてたかな。こういう感じですね。ちょっと黒は残ってると思うんですよね。黒はね、で少しこう色がついてるかなという感じ、そういった感じの目元になりました。で、あのこの間のジル・スチュアートのアイマスカラを使わなかったんですけど、 あれよりは色がつかないかなという感じ。やっぱちょっと色の質が違うので、どちらかというとジル・スチュアートはこれが D アップで、これがねジルね、違うでしょ色が。これはねどちらかというとこう黒に溶け込むようなお色で、これはもう黒に反発して色をのせますみたいな感じで、なんかおそらくね、ジルの方はコンシーラー効果もまつげのね あるんじゃないかなというふうに思いますんで、多分ねだからねこれが結構ね発色したんだと思うんですよね。だから D アップの方は本当マロミピンクですなんかほんのりピンクをね楽しむことができるような、そういった感じのマスカラかなと思いました。そういう感じでバッチリピンクピンクピンクっていう感じにはならないので、まあ老若男女使っていただけるものかなというふうにちょっと思いますね。はい、ということで、まあ、眉毛をやっていきます。眉毛はこちらですね、はい、ジル・スチュアートのこちらがニュアンスブローパレット05番ですね。限定色にはなるんですけど、こちらを使っていきます。で、はいこちらのブラシを使っていきます。で、こちらの濃い方と薄い方、このピンクとブラウンですね、はい、これを足してやっていきます。できたら、あとは真ん中ちょっとブラシの方で色をのせていきます。で、色を少し落として、眉頭のところもちょっとね色を入れていきます。こういう感じで眉毛ができました。ちょっとこっちが下がってるかな、ちょっとだけ足します。眉マスカラはこちらヘビーローテーションの細身の部分ですね、細い分の03番、こちらで眉の色を落としていきたいと思います。はい、できました。こういう感じです。ちょっとは垢抜けた感じの眉毛になったかなはい、ということでアイメイク完成です。はい、ということでアイメイク完成が仕上がりました。一応遠目から見るとこういう感じですね、どうでしょうか、こういう感じでございます。はい、そしたらチークですね。チークはこちら使っていこうと思います。キャンメイクのこちらクリームチーク P の02番ですね、はい、こちらを使っていこうと思います。これはね、はい、紅葉色でサラサラと乗せた瞬間サラサラとなってくれるような、そういったチークでございますね。練り状でもうプニョパニョパニョパニョしてるんですけど、肌に乗せるとサラッとなってくれる、そういったチークでございます。
こちらを乗せていきます。いきます。ちょっとこれで乗せようかな。なんか指でうまく乗せれない現象が起きてますんで、ちょっとこれで乗せていきたいと思います。こういう風に乗せましたら、ちょっと乗せすぎたかなと思ったら、さっきの ファンデーションをちょっと取って、上にあのちょっとベールをかけるように、ちょっとベールをかけていきます。そしたらふわーって肌に溶け込むチークになってくれるはず。感じかな。こんな感じでよろしいでしょうか。うん、いいんじゃないでしょうか。はい。そしたらこちらリップモンスター、リップモンスターのこちらが03番ですね。はい。こちらのお色をね、のせていきたいと思います。はい。こういったお色でございますね。はい、こちらでちょっと唇整えていきます。いかがでしょうか。いかがでしょう。大丈夫かな。もう少しヌーディーなリップでもいいかなと思ったんですけど、まあ、これくらいでも大丈夫かな。はい。ということで今日はですね、急ぎますメイクということで、今からすぐお出かけしないといけないんですけど、こういった感じでちょっとねメイクしてみました。でもね、なんか急ぎますって言いながらね、なんかゆっくりなんかメイクしちゃったな。楽しくゆっくりっていうか楽しくメイクができたかなっていう感じ。うん、可愛いですね。すごく色が映えて大丈夫な感じがする。ちょっと後でファイナルルック見ていただけたらと思います。でやっぱりね、こう光を集める効果が多分下地の方にあるのかな、ファンデーションの方にあるのかな。でもファンデーションの方にも光と決めて書いてあるからね、なんかねこの辺に光を集めてくれるんですね。私ハイライター入れてませんからね、ハイライター入れてないのにこれだけこう光を集めてくれるっていう効果があるので、で全顔に光を集めるので、なんかこうコントワっていうんですかね、こういろいろこうブロンザーとかを入れながら、ちょっとここの光をなんか強調させるようなテクニックをするともっといいかなって感じ。私は今チークでここを埋めたんで、ここの光は遮断された感じだから、なおさらここの光がね目立つようになったんじゃないかなと思います。一応ねそういう感じに仕上げてみた。あとはねもう少しねこうコントワの技術が私が発達すれば、もっとですねいい感じでこう立体感のあるメイクができるかなと思いますので、まあ、それはねおいおい頑張っていこうかなと思います。はい。ということで今日はですね、私スケジュール今からジルに行ってきまして、このお色を見てもらうのと、あとはヤマトさんに行って荷物を引き取るのと、あとはシャネルでちょっとデキャトルをちょっと見て、何を予約するか決めるとか、まあ、そういったご予定で、今日一日過ごしたいと思います。はい。皆さんも今日はどんなスケジュールでしょうか。もう仕事の方もいらっしゃると思いますけれども、もしねお時間ある方はですね、ちょっと太陽の光を浴びてお外に出かけてみるのもいかがでしょうか。でも感染対策はしてくださいね。はい。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。で私ですね、TikTok、Twitter、Instagram をやっておりますので、そちらの方のフォローもぜひお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。